悲伤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 。どういう壊れ方してんの？あ、それはなんか僕寝てたら普通に壊れちゃったんです。どうも、今日は別です。はい、ドゥーン。そしてフランシスコ小林です。ぽーい、ぽーい。いや、知らねえわ、なんだこれ。ということで、はい、本日はフランシスコ小林さんが家に来ております。はい、そのアフレコみたいなあったじゃん。アフレコ、あ、外で海鮮丼、肘打ちしてんじゃないですか。外でね、海鮮丼かなんか食ってるやつ。はい、うん、あれいいっすか。そうそうそう、あれはいい。実際あれっすか、やってみます。あ、いいよ。あれですか、いけます。え、何あれ、僕しかできないですよ、多分あれ。いや、あんな簡単だろ。いや、だからえ、どういうこと。なんか動画撮っといて。あ、そうそうそう、今からじゃあここにあるコーヒーを、うん、商品紹介をしてもらいましょう、うんうん、それを編集で全部音下げるんですよ、うん、そこでアフレコを自分で入れるっていう。ちょっとやってみましょう。じゃあ、やってみましょう。じゃあとりあえずコーヒーの商品紹介お願いします。はい、3、2、1ってやってからの会釈。あ、すごい笑顔ですね。あ、パー2個出して、なんか言ってますね。あ、コーヒーを持って、あ、丁寧に下に手を置くタイプの、育ちがいいですね。あ、ちょっとツルツルしてるって言って、ツルツルしてるって、あ、でもツルツルしてねえなみたいな。あ、なんかすごい喋ってんな。おしゃれな時計。あ、なんですかね、なんか下を持って、あ、なんかいつの間にか飲み終わってた。え、もう一回飲んで。え、おお、な、首かしげてんな。もう一回飲んで。うん、よしみたいなことを言って、あんにゃんにゃん。あ、なんか終わっちゃったー。はい、どうも、いつも通りの挨拶です。はい、ドゥーン。今から始まりますよ。手をパーにして。はい、今から何を紹介するんですかーつってね、はい。アイスコーヒー、どこで買ってきたの、セブンイレブーンって、はい、腕を伸ばしてこれを指さして。はい、今から始まりますよ。商品レビューの紹介が。はい、何を喋るんですか。おー、飲み始めた、いきなり。おー、なんか感想を言ってそうな気がする。なんか感想を言ってそうな気がする。美味しいって言ってますよ、多分。はい、美味しいって言ってますよ。お、美味しい、あ、美味しいと、美味しいの口じゃない、美味しいの口じゃないですね、これは。はい、何ですか、これは。あー、何に指さされた。はい、ということで、2人のアフレコを見ていただけたでしょうか。実際どうでした、うん、アフレコ。いやー、うん、やっぱ難しいね。ですよね。でも、やってると楽しいわ、やっぱり。楽しいですね、やっぱり。まあ、ちょっと恥ずかしいけど、自分の映像を見ながら声入れるのは。確かに。うん。以上です。はい。あざした。あざした。二段ギアの小林です。チャンネル登録してほしいので、やり方を今から教えますね。左側にあるベイソンの